コスプレ系飲食店とは、漫画やアニメを中心とした、サブカルチャー、とりわけオタク文化を取り入れ、店員がコスプレをして、接客を行う飲食店である。喫茶店内市は、居酒屋などを業態とするものが多い。特に女性店員が、メイドのコスプレを行って接客する。喫茶店を、特に、メイド喫茶あるいはメイドカフェと呼び、男性店員が、羊のコスプレをして接客する。 飲食店を執事喫茶と呼ぶ。女性店員が男装のコスプレをして、接客を行う王子喫茶やギャルソン喫茶もある。コスプレ系飲食店のウエイトレスは主に漫画、アニメ、ゲームに登場したキャラクターが元になっていると言われている。なお、衣装としてのメイド服は19世紀末に、イギリスに実在したものが映画、アニメ、ゲームなどに取り入れられてォルメされたという説もある。 メイド喫茶では客を旦那様のお屋敷に招き、パーラーメイドが客に給仕もしくは客を旦那様、お嬢様としてメイドが給仕するケースがある。サービスコンセプトとしては癒しをテーマにした店舗や萌えをテーマにした店舗など様々である。店員とのコミュニケーションも魅力の一つとなっている。近年はアニメやゲームのコスプレやメイド服以外にも巫女、シスター、 女子高生、ゴスロリ、アイドル風など様々なコスチュームを制服として採用し、世界観を持つ店舗が登場している。アルコールを提供する、居酒屋、バーやマッサージを行うリフレ店の携帯を取る店舗も増えている。コスプレ系飲食店ができる以前にも、アンナ・ミラーズなどはエイトレスの制服に特徴があり、その魅力が話題となる飲食店は存在していた。 ウェイトレスの制服をコンセプトとしたゲームはバリアブルジオシリーズやピアキャロットへようこそシリーズなどパソコン用に多数発売されており当時のパソコンユーザーから支持を得ていた1999年には制服系ジャンルオンリー同人誌即売会コスチュームカフェが始まったこうした中同人誌即売会やコスプレイベントではオタクの理想の具現化として 人気キャラやメイドが接客するカフェの営業がイベント内で高齢化するようになった。一つは前日のコスチュームカフェのイベント内で主催者がコスプレ店員のいるカフェイベントを開催したものである。このイベントは好評を博し同イベント及び姉妹イベントの帝国メイドクラブで毎回行われるようになった。もう一つはキャラクターコンテンツ制作会社。 ブロッコリーが行った企画である。1998年8月に開催された東京キャラクターショーでピアキャロットへようこその舞台であるレストランを模した喫茶店を設置、作中の制服をまとったウェイトレスが飲食物を販売した。この企画が成功を収め、コスプレ系飲食店の下地を作ったといえる。こうしたイベント内で行われる コスプレキッサは現在でも同人誌即売会や展示会などで主にアニメやゲームのプロモーション企画として新作品や人気作品のキャラクターを用いて行われている。東京キャラクターショーでの企画の成功を受けブロッコリーは1999年7月からゲーマーズスクエア店にてピアキャロレストランを数回にわたって期間限定で開店、話題を呼んだ。 2000年5月1日にはカフェドコスパとして常設運営を開始、店員はこれまでのピア・キャロットシリーズだけではなく他の作品のコスプレもして人気を獲得していった。また2000年2月25日、ゲーマーズ級本店にゲーマーズカフェを開店。開店当初はデジ・キャラットのコスプレをした店員がいた。他、ガカフェ、朝霧のミコカフェなどそれぞれの作品にちなんだ。 コスプレ喫茶を展開した。2001年3月、ゲーマーズスクエア店の運営権が、ブロッコリーから、コスプレ衣装制作会社、コスパと、その関連会社に移譲された。それと共にカフェドコスパも3月30日に、キュアメイドカフェへとリニューアル、ウェイトレスの制服をメイド服に統一し、落ち着いた雰囲気のある空間と、癒しをコンセプトに運営されることとなる。これが、 飲食店としてのメイド喫茶の第一号店と考えられている。秋葉文化がマスメディアに取り上げられるようになり、一般にも広く知られるようになった後、様々なコスプレ系飲食店が秋葉原で急増する。キュアメイドカフェはあくまではエイトレスがメイドの格好をした喫茶店だったが、二千二年七月十九日にメリーズとして開店した後同年十月一日に、 原点名に変更したカフェマイリッシュの登場により、後のメイド喫茶全般に見られるような特定のコスプレネームを持ったメイドが在籍し、メイドと客のコミュニケーションの場としても機能するというような形態が定着した。メイドカフェの商標登録過去にいくつかの企業がこのメイドカフェという言葉の商標登録を申請したが、2006年にゲームメーカーアトラスのグループ企業である。 パチンコパチスロキメーカー、アトムが商標権を取得した等は含まれていない。2000年8月、神田駅前の居酒屋、倉、太平山が毎週日曜限定でコスプレ居酒屋を開始、一時は予約なしに入店できないほどの人気となり、角川書店の東京ウォーカーにも掲載された。2001年11月10日には、台東区の秋葉原の近くに、 個人営業のひよこ屋が開店、昼間はメイドキス夜間はメイド居酒屋として営業を行い固定客を確保して定着するようになった。2003年5月3日に神田駅前にコスプレパブ、MJC が開店して以降はコスプレ居酒屋以外にメイドバー、メイド焼肉店などができている。コスプレパブやコスプレキャバクラなどは以前から存在していたが、 メイド喫茶の増加に伴い新たに開店した店舗も多い。また既存のガールズバーやキャバクラ、風俗店の中にもこれまで衣装の一つであったメイド服をデフォルトとする店舗も出てきている。秋葉原以外への増加も続いた。2003年2月14日にカフェマイ、リッシュが吉祥寺に2号店を開店したのをはじめ、首都圏では池袋、渋谷、 新宿や中野、横浜などターミナル駅を持つ街にメイド喫茶が開店している。池袋駅東口のサンシャインシティ前のいわゆる乙女ロードには婦女子向け店舗が並んでおり、秋葉原とは客層の異なる独自の文化を形成している。店舗数の方は治安、客層などの面から最近は秋葉原を避けした街やベッドタウンに開店する事業者もいる。名古屋、 大津ではエムズメロディーが、札幌ではカフェプリーマーベルが、神戸ではカノンが秋葉原を覆うように開店した。2004年には大阪、日本橋に5茶が開店、福岡では天神地区に4カ茶、2005年8月に開店、2014年12月閉店、9月8日には松山に四国発のメリーメイドが、仙台ではフェアリーテールが、 広島では10月27日にメープリティが沖縄では喫茶キ,キングが開店している。近年はカフェドールのように地方から秋葉原に進出した店舗もあり2007年には堺市堺区南海高野線堺東駅近くに萌え茶が長野市の長野駅近くに例がそれぞれ開店した。その後も2008年12月現在。 札幌から沖縄まで各地に店舗ができており、さらに台湾、台北、香港、韓国、ソウル、台湾国、シンガポール、カナダドロントの各市内にも常設のメイド喫茶が、また中国、北京、上海やフランス、パリなどではイベントなどでの期間限定店舗が開店するまでになった。最近は期間限定で開店するメイド喫茶やライブイベントとコラボレーションした。 秋花ライブカフェ、既存のメイド喫茶を借り切って行う移動型店舗形式のひばり亭などメイド喫茶そのものがメインのイベントもある。それまで店員の制服や店舗のコンセプトはアニメゲーム系のコスプレ、またはメイドがメインの状態だったが、さらにジャンルの広がりが見られるようになった。過去には名古屋、大須に、大須の巫女じゃというメイド同様に、 コスプレの一ジャンルであり、ゲームでもしばしば登場する巫女をコンセプトとした店舗があった。また、名古屋には、安らぎ居酒屋付き店、合点から、店名変更という巫女が接客する居酒屋もある。近年では萌え属性の一つである、妹萌えに着目した、妹系カフェなごみ、シスターや教会をイメージした、ストリート、グレイスコートが秋葉原に、 店舗魔法学校であるというコンセプトの下に営業を行っている王立アフィリア魔法学院が池袋にできている。2008年6月12日には秋葉原にミコさんカフェが開店、店舗自体が神社というコンセプトでイベントスペースも併設していた。池袋には男装した女性スタッフによるボーイズラブをコンセプトに据えた B、リリー、ローズ、 メイドと共に扱われることがある執事をコンセプトにした執事喫茶スワローテールが開店し、吉祥寺にも2006年6月23日にダンソーレイヤーズカフェバープリンスが開店して女性客を意識した店舗もある。2006年6月に渋谷にスタッフ全員が外国人で外国人執事が女性客をプリンセスとしてもてなすというコンセプトの 外国人出自喫茶バトラーズカフェが開店。日本初の外国人出自喫茶である。2006年12月には、秋葉原で初のダンカフェ、ダンカフェバークイーンドルチが開店。ギャルソン服を着たダンたちがシェーカーを振り、カウンターからカクテルを提供した。2007年11月に、歌とおたげを売りとしたディアーステージが、台東区秋葉原にオープンした。 同店には、ディアガールと呼ばれる、ライブアイドルが所属し、1日数回のステージ等、休憩を行う。店内にはステージが設置され、お酒やお食事を楽しみながら、歌を鑑賞したり、おたげを打つことができる。2008年12月に、鷲宮神社の最寄り駅である、埼玉県の鷲宮駅の駅前に、ラキスタのテーマカフェ、ラキカフェが、宮グループによりオープン。 ラキスタのキャラクターの衣装を着た女性スタッフが給仕するコスプレ飲食店である。ラキスタ好きが集まる店としてアニメ待ちおこしの一例として注目を浴びる。2010年3月21日、茨城県の日立中海浜鉄道と鹿島臨海鉄道で列車を使ったメイド喫茶、メイドトレインを運行した。日立中海浜には1960年代の古い 車両が多いことを逆手に取り、同年代の食堂車をイメージしたウェートレス風のメイドが、鹿島臨海では7000型を用い、秋葉原のメイド喫茶をイメージした萌え系のメイドが、それぞれ休止した。同様な列車は、西武鉄道でも運行された。2010年12月19日、西武鉄道で、羊喫茶、スワローテールと近畿日本ツーリストの主催による、 バトラーズエクスプレスを運行した。各店舗では客を確保するために、多種多様なサービスやイベントをしている。ポイントカードの発行や、会員制サービス、店員とのコミュニケーションが取れるサービスなどがある。ご主人様、お嬢様の帰宅を記録する、ポイントカードは満了すると2ショット撮影や、価値の高いコミュニケーションサービスが受けられる。 お客をメイドが名前で呼ぶことにより同一性が保持され、リピーター増加につながる。コミュニケーションサービスには、お帰りなさいませ、三牛様などの挨拶で客を出迎える他にひざまずいて、おしぼりを渡す、注文を取る、メイドと、ゲームで遊ぶ、ドリンクにミルクなどを入れてかき混ぜる、席で、オムライスにケチャップを用いた落書きをする、パスタなどをかき混ぜる。 息を吹きかけて冷まして食べさせてあげる。客が帰る時には、行ってらっしゃいませ。ご主人様と声をかける、などがある。なおゲームや一部のサービスは、萌え、メニュー、アミューズメントメニューなどとして料金が発生することがある。飲食物メイドがチョコレートで装飾したケーキプレート。2013年4月に閉店した大阪のメイド喫茶、メイドリ、イムニテ撮影。 提供される飲食物は一般的な飲食店で提供されるメニューを基本としているが全体として以下のような特徴が見られる。上記に挙げた以外にも特徴の多くは飲食物の味の改善や新規性より店舗のコンセプトや店員のキャラクター性を補強する性質が強い。しかし中には一般の店舗よりも高級志向。 グルメ志向を有する店舗も見られ両極化の傾向が現れている。一例として本格的なアフタヌーンティーセットを供する店舗が見受けられる。紅茶にスコーン、またはサンドイッチ、ケーキなどで食器もティースタンドを用いセットで2000円程度が相場となっている。展望においても口実するがコスプレ系飲食店の中でも喫茶店の場合、調理専門の店員をおかずメイドを キッチン担当とする店舗とキッチン専任スタッフが調理する店舗がある。多くのコスプレ系飲食店のメニューは割高であり、提供される飲食物は品質が安定しない場合も参見される。冷凍食品やレトルトパウチ食品を使用しているメニューもある。しかし、コスプレ喫茶は料理の質よりも店員とのコミュニケーションやサービスの質が重要視される。 コスプレ喫茶では料理が一つのサービス提供のツールとして機能している。近年はキッチンやホールに断層のギャルソンを配置する店舗もある。店舗内の装飾については萌えへのマスコットキャラクターを前面に出したり、店舗の構造上から通常のオープンカフェのような店舗やテーマ、世界観に基づきお屋敷風に装飾するなど様々である。また、ハロウィンやクリスマスなど、 季節や、後日のイベント等に合わせての装飾も多く見られる。テーブル席のみの店舗と、カウンターとテーブル席を併設している店舗がある。店舗が独自にコスチュームに変化を持たせ集客を図るイベントや、店舗外で常連客を集めライブや、撮影会などを行うイベントがある。こういったイベント情報は店頭及び、店舗のホームページ、SNS サイトのお店のコミュニティ、 あるいは、店員のブログなどで手に入れることができる。前者の例としては季節に合わせ衣装をメイド服から、水着や浴衣、人気アニメのコスプレに変えるなどがある。コスチャでは2003年12月15日に店員がスクール水着を着用するイベントを開催したところ570人近くの客が集まって待機列が行動にまで伸び、警察が出動して騒ぎになった。 なごみでは、妹系キャラの店員が、ツンデレキャラになるというイベントを定期的に開催。TBS の王様のブランチでもイベントの模様が紹介され、話題になった。店自体をイベントスペースとして、トークライブやミニライブなどを行っているケースもある。その代表的な店舗は2005年11月8日に開店したメイドインジャパンである。ドラマ、 電車男に出演したのみずいおりや、後にメジャーデビューする秋分けアイドルの桜川姫子らが在籍していた。口述のように店員が客と1対1で話すなどの接客が、風営法上の接待に当たるのではないかという指摘により、警察による指導が行われた事例もある。2005年10月には、福岡県警がメイドの接客内容が風営法で規定されている。 接待に当たるとし、福岡市内のメイド喫茶に店舗に対して、風俗営業の届け出を行う、要指導、指導を受けた、同2点が、風俗営業の許可申請を行った。風俗営業となると開業地域や営業時間の制限を受けたり、18歳未満の従業員を雇用することはできないなどの規制が出てくる。愛媛県警も松山市内のメイド喫茶に、 同様の指導を行っており、指導を受けた同店は、あくまで、喫茶店としての営業を続けるとして、届け出は出さず指摘されたサービスを取りやめている。11月には、大阪、日本橋地区の店舗にも、客とゲームをする時の接客が接待に当たると、管轄所である、何和警察署による指導が入り指導を受けた店舗が、何和署に接待に当たる営業を行わないとする制約書 提出該当するサービスを終了した警視庁は2005年10月時点で都内の店舗に対しては同様の指導は行っていないとしたが2006年11月に渋谷にある店舗が都内では初めての行政指導を受けその店舗は営業を休止した2007年8月には静岡市で夜間はパブ土日の昼間は メイド喫茶として営業していた店舗が、パブ営業の際に風適法の許可を取らずに、女性店員に接待をさせたとして、静岡中央署が、同店舗の経営者を風適法違反容疑で逮捕、メイド喫茶営業の際にも接待営業があったか、調べている。このことから口述するように、当店は、風俗店ではないとその旨を掲示し、風俗営業に当たるサービスは、 一切行っていないことを告知している店舗も増えている。現状現在コスプレ系飲食店は全国各地に広まり一般にも広く認知されている。ちなみに店舗のほとんどは東京都や大阪府などの都市部に集中している。秋葉原で配布されるフリーペーパーを参照しても飲食系、非飲食系を問わずコスプレ系業態は秋葉原だけで100店舗にもなる。 様々なサービスイベント、宣伝などを行い、利益を出している店舗がある一方で採算が取れず、閉店という選択を取る店舗も増えている。一般的な飲食店と比較すれば、飲食専業ではないこともあり、飲食物のレベルは高いとは言いにくく、固定客を確保しても回転が悪ければ、収入も得られない。 客の回転を良くするため時間制限を設けたり、チャージ料を設定する店舗もある。一部では、過剰な秋葉系萌えサービスを廃止、フードメニューや紅茶やコーヒーに対する専門店並みのこだわりを売りに、したメイド喫茶店も徐々に出てきている。大阪、日本橋には既存のカフェレストランから、業種転換して幅広い客層を取り込み成功した e メイドやオープン前に、 洋食店へ修行に行き本格的に料理の腕を磨いたメイドが在籍し、内装デザインもメイド自身が手掛けたラブチャームという店舗があり、萌えだけではなく温当な価格設定や、フードメニューも質と量ともに充実させるという理念を掲げた店も登場している。秋葉原では、フードメニューに力を入れていたショコラっが2007年3月31日に閉店し、 秋葉原においては、店員の質やサービス内容、店の世界観などの重要性が再認識されることとなった。こうした状況の中、乱立状態にあるメイド喫茶やメイド関連業種の初の業界団体として2007年4月1日にキャンディーフルーツが中心となって日本メイド協会が設立された。協会加盟の会員間の情報交換や、 従業員の教育やセミナーの開催、メイド検定試験の実施、メイドの普及や地位工場などを主目的としており、法人、個人を問わず任意入会を呼びかけることにしている。また、2007年6月には、ミヤグループが中心となった、日本メイド喫茶共同組合が設立された。店舗間にまたがる、大きな組織をイメージさせるがいずれの団体も加入者の、多くは、 自社、関係者に止まっている。2007年10月13日に日本メイド協会による第1回メイド検定が実施され、秋葉原のメイドを中心に約60名の受験生が筆記試験を受験した。ただしこの検定内容はあくまでキャンディフルーツ独自の解釈であり、検定の普遍性、公共性を確立したとはまだ言い難い状況にある。 既存のメイド喫茶に混じり、あえてポジショニングとしてコミュニケーションを重視したキャバクラ的なノリの店舗も出てきている。インターネットとメディアの活用売り上げの拡大のためには、インターネットやマスメディアの活用は欠かせない。特にホームページの作成、更新は必須である。ブログや掲示板では双方向のコミュニケーションが可能となっている。またメディアに登場することは、 新たな客層を獲得することにつながる。アイドル活動している店員を積極的に在籍させる店舗もある。新規参入者の中には飲食店の営業経験がない企業、個人や性風俗、水商売からの参入と思われるものもある。2005年12月にユーキャン流行語大賞で秋葉原のホームカフェのウェイトレスによるユニット完全メイド宣言が萌えでノミネートされている。 2006年5月22日付毎日、新聞大阪長官に、亀田さなえによるメイドカフェ、女性記者が体験、ご主人様、大丈夫かと題した論説が掲載されるなど、メイドカフェに関する記述は一般市場でも見られる。中国では、アニメや漫画、オンラインゲームを要素とする、いわゆる二次元産業はサブカルチャーだったが消費の主流へと移った。 例えば、スマートフォンゲーム、音名詞を開発したピザハットと、アミ駅は異業種コラボとして、音名詞のキャラクターに扮したスタッフが食事を提供するレストランを、北京や上海など1700店舗に展開している。コスプレ系飲食店が一般に認知され多くの人が訪れるようになり、様々なトラブルも稀に発生するようになった。来店するの客のマナー、モラルも問われている。 各店舗はトラブル防止のため店内掲示やホームページ上などで注意を呼びかけると同時にシステム面の改善に尽力している。ほとんどの店舗が飲食物を除いて店内の撮影を禁止している。デジタルカメラや携帯電話などを使って無断撮影する行為は店内の雰囲気を乱し店員のプライバシーの侵害ともなる。現在は無断撮影する客は ほとんど見られない。メニューやポイント特典に、チェキ撮影のある店舗は、店側のポラロイドカメラによって、撮影を行う。店内での無断撮影が、問題になった例としては、講談者の女性誌、墓地による、盗撮行為が挙げられる。また、店外でビラ配りをしている時の撮影も禁止している、店舗もある。店員に対するストーカー行為は、 店舗が最も警戒している行為である。秋葉原においては店員と客という関係でプライベートで接触することはあまりない。また秋葉原においてはアドレス交換を禁止している店がほとんどである。アイドル活動している店員のいる店舗では出待ち、入り待ちを禁止し店員の安全に注意を払っている。店内を全面禁煙としている店舗と店内分煙としている店舗。 喫煙に関する決まりのない店舗がある。コミュニケーション重視のメイド喫茶は全面禁煙が多く、それ以外のメイド喫茶は分煙としている店舗が多い。居酒屋、バーでは喫煙に関する決まりは特にない店舗が多い。店員の引き抜き行為なども起こりうる問題であるが、敵対的な引き抜きは見られない。店舗間のつながりや個人の紹介で店員が移籍するケースはあるようである。 2006年1月には、秋葉原のカフェディメンションの閉店後に男性が店内へ入り、閉店作業をしていたメイドを刃物で脅し、無理やり店外へ連れ出すという事件が発生した。店内で通報していたため、犯人は急行した警官によって、店を出た直後に、威力業務妨害などの疑いで、現行犯逮捕された。カフェディメンションは一時閉店しその後再開。 また別の事例として、同年10月には、秋葉原の路上でチラシを配っていたリフレ店のメイドに、男性が客を装って、店に案内させ店舗の入居するビルの階段で、わいせつな行為に及んだ者のメイドが抵抗したため、犯人は逃走し、未遂に終わったという事件も起きている。こうした行為は一部のメディアで、メイド狩りと称されて紹介された。一部では、店員がキスをされる。 胸や尻など体を触られるなどマナーのない客も存在した。こうしたトラブルを防止するために当店はキャバクラではありませんという注意がきを掲示するメイド喫茶や当店は風俗店ではありませんという注意書きを掲示するリフレ店もある。秋葉原では店舗間での防犯面での情報交換を目的として2007年6月に 秋葉原地区メイドカフェ等防犯連絡会議が設置され、地元商店会や慢性教書とも連携している。コスプレ系飲食店での窃盗や強盗などの事件は、置き引きが年に数件報告されているだけである。しかし、メイド喫茶は男性スタッフが前面に出ないため防犯対策の甘さが指摘されることもあり、秋葉原地区メイドカフェ等防犯連絡会議でも議論。 されているる過剰なな客引きが問題となった事例もある名古屋のコスプレキッさモックスレイヤーズは2005年8月にオープンしたのだが JR 名古屋駅の近くで店員が警察の許可を得ずにコスプレ姿で行動で客引き行為を行い警察から行政指導を受けている。なお、この店は2006年2月をもって閉店している。また、大阪、日本橋でも 過剰な客引きを行うメイド店が2010年代に入って横行するようになり、問題となっている。また、大阪、日本橋のメイドリームは、ぼったくり行為を行うと朝日放送のテレビの情報番組、キャストで放送された。店員とのトーク代やドリンク代、サービス料などで高額な請求がされ、経営者は料金説明はしているし、営業自体に、 問題はないと話しているが、弁護士の浦田忠興は法制度の隙間をくぐったものであり、取り締まるためには新たな法整備が必要と指摘している。また、同店の経営者は2012年9月別の不正行為で逮捕されている。他にも日本橋においてお宅などを引っ張り込んで高額料金を請求する店が増加しており、地元で問題となってきている。 2013年4月には、同店の経営者は、風俗営業の許可がないにもかかわらず従業員に、客の接待をさせたとして、風営法違反で再度逮捕され、同店は閉店した。ウィキペディアに項目があり、コスプレ喫茶やメイド喫茶、メイドカフェを物語の主題や主たる舞台にした作品を取り上げる。秋葉原を中心に、コスプレ系飲食店とは別の形で、 コスプレをした店員を常駐させた新たな業態が展開されている事例もある。おそらくこうした形での元祖と言えるのが漫画専門古書店漫だらけだと言える。現在のようなコスプレを主体とした店舗ができる以前からコスプレ店員を常駐させていた。2000年頃から秋葉原に店舗を構えるインターネットカフェや漫画喫茶、ゲームセンターではメイド服を制服にした、もしくは コスプレをした店員が常駐する店が出てきている。現在ではさらに、リラクゼーションマッサージ店や、パチンコ店、ジャンソー美容室、メガネ店、カラオケボックスなどにも広がりお店、漫画喫茶やゲームセンターでも秋葉原以外の地域に、コスプレ店員を常駐させている店舗ができるようになった。また、秋葉原の街をメイドや JK が案内するというサービスを行う。 店舗も増加し、ガイド専門の無店舗型の場合と、カフェやリーフレを併設し、サービスの一つとして行う店舗がある。手つなぎ、ハグ、ビンタ、馬乗りといったユニークなオプションが人気を集めている。2005年には、メイドホテルと銘打った宿泊施設も登場、マスメディアやインターネット上で話題となったが採算が、取れずに1ヶ月ほどで閉館となったというケースもある。 出張メイドサービスという業態もできている。福岡のメイディアがその始まりで、メイドの衣装を着た女性スタッフが派遣され、依頼者の部屋の掃除や洗濯を行うものでその後、コスプレ衣装制作会社、キャンディフルーツが東京で、同様のサービスを開始、マスメディアに取り上げられたことから話題となり、同業者も急増している。このサービスにはオタク層だけでなく、 ごく普通の主婦の間でも少なくない利用があるという。2007年には、石川県金沢市に、メイドが同乗し買い物や観光などでの外出を補助するメイドタクシー、なる福祉タクシーが登場したが、障害者を装った健常者のみの利用が、相次ぎ国土交通省が定める、福祉限定許可から外れ、道路運送法に違反する恐れがあるとして1ヶ月で、廃業した。 出張メイドサービスと類似するが一般的なイベントコンパニオン業態の範囲内に収まるコスプレイヤー専門またはコスプレ衣装を着用したアニメ関連企業向けに特化したイベントコンパニオン派遣企業も存在する通常のコミケ会場企業ブースでのイベントコンパニオンはこれまでモーターショーなどで見かけるモデル体系のイベントコンパニオンまたは 企業体コスプレイヤー個人の直接契約によるイベントコンパニオンが主であったが、秋葉原のメイドカフェ、ミアカフェが運営するコスプレイベントコンパニオン専門派遣企業、ミアスタッフがコスプレイヤーに特化したイベントコンパニオン派遣サービスを展開している。同様にコスパやキャンディフルーツなどのコスプレ衣装メーカー推車が類似のサービスをイベント向けオーダーメイドコスプレ衣装納入の。 一貫として行っている。また、日本国外でも男性が、全裸に、蝶ネクタイ、シャツの襟、カフス、尻を露出したエプロンのみの格好でパーティーなどで、サービスを行う、執事コンパニオンビジネスがスタートした。ストリッパーの趣味の良い代わりとなる存在として、注目を集めている。なお類似のものに、コスプレ風俗というものがあるが、これに関しては、性的、 ロールプレイを参照されたい。ありがとうございます。